あなたは誰よ。多くを救える薬師だ。だから生きてくれ。あなたならきっと薬を作れる。その手に託すぞ。おい、人だ。小舟の上に人がいるぞ。波の音。ここの船の上、目が覚めたかインゴ夫人。あんたついてたぜ。あの広い海で拾われたんだ。立てない。それに喉が落ち着きな。水でも飲みなよ。ありがとう、助けてくれて。いいってことよ。なぜ小舟で浮かんでたんだい。小舟ダメ、思い出せない。おいおい、冗談だろ。ごめんなさい、何も思い出せない。自分は何者でどこから来たのか。じゃあ俺が一つだけ教えてやるぜ。あんたの名前だ、キャスティさんよ。キャスティ、それが私の名前。なぜ知っているの。服に縫ってあるぜ。何かの制服かい。それ、驚いたな。本当に何も覚えてねえってのか。思い出さないと。少しでも手がかりが欲しいわ。私が何者なのかを知るのは難しくても、小舟が見つかった状況やこの船のことなら、この船の人たちから聞き出してみようかしら。ありがとう。いいお話ね。
ありがとう。ありがとう。手がかりが集まったわね。私の乗る小舟は潮の流れから推測するに、東大陸を出て数日間は漂流していたらしい。さっき立てないほど消耗していたことや脱水症状から見ても妥当な期間ね。なぜ私はこんな知識を。いえ、それより今は見つけられた幸運を喜びましょう。この客船はブライトランドの港を出て数日、カナルブラインという大きな港へ向かう途中らしい。私のことを何か知っている人がいるか。そういえば私の所持品は船室に運び込まれたって。何か手がかりになるはず。調べてみましょう。港へ着く前に。これが私のカバン。ずいぶん散らかってる。急いで物を詰めたのかしら。これは薬草、鉢と棒、薬を練るための。どうやら私は薬師だったみたい。これは何かしら。白い花？なぜカバンに。思い出せない。港が見えてきたぞ。本当に大丈夫かい？記憶がないの。少し思い出したの。私、薬師だったみたい。心配には及ばないわ。他のことも思い出してみせる。そうかい。本当の自分を知りたいなら海を渡れ。船乗りの言葉さ。幸運を祈るぜ、キャスティさんよ。ありがとう、船長さん。本当に。
賑やかな町ね。おい、あれ。あれって。ああ、間違いないぜ。何かしら。ひとまず自分のことを思い出さなきゃ。町の人たちと話せば何かきっかけがつかめるかも。ありがとう。ありがとう。ありがとう。なぜか避けられてる。仕方ないわね。他を当たってみましょう。しました。どうした、何があった。熱がひどいわ。中に運びましょう。熱痙攣を起こしているな。全身に湿疹も出てる。湿疹に嘔吐、中毒症の初期症状かもしれない。手持ちの薬草があるわ。ちょっと待って。ひとまず熱を下げないと。初期の症状なら千寿の種と薬草を混ぜて、ちゃんと覚えてる。さあ飲みなさい。熱も引いてきたわ。よく眠ってる。あなたの処置は完璧だった。優秀な薬師に違いない。ありがとう。私はマレーヤ、旅の薬師だ。
ありがとう、マレイヤさん。キャスティよ。でも覚えていないの。自分がどんな薬師なのか。私、記憶をなくしてしまって。なんだと？記憶もなく、どうやって薬を作ったのだ？薬の作り方や知識は覚えているみたい。不思議ね。なんだ、あんた。その青い制服、まさか。触るな！弟から離れろ！セナ、無事か？どこから忍び込んだ？何しやがった？落ち着け。彼女は薬師だ。その子を助けたのだ。出て行けよ。あんた、エイル薬師団だろ。エイル薬師団？青い制服にその紋章、間違いない。みんなが噂してるぜ。町に疫病神が来たってな。疫病神？それってどういう。いいから出てけって言ってるだろ。行こう、キャスティ。エール薬師団で。私も名は聞いたことがある。どんな薬師団なのかしら。なぜあの人。いいえ、今は他に優先すべきことがある。セナの症状は感染症の疑いが強いわ。病原を特定できないと町中に広がる恐れがある。突き止めなきゃ。助けるのか、あなたを信用しない者たちを。自らの記憶を取り戻さなくていいのか。町の人たちを救うのが先よ。当然でしょ。誰かを救うためには関係ないわ。自分が誰かなんてね。やはりあなたは優秀な薬師だ。私はあなたを信じる。手分けして情報を集めよう。マレイヤさん、ありがとう。あんただな、エイル薬師団ってのは。俺らは騙されないぞ。聞かせてくれない？その薬師団のこと。とぼけるな。エイル薬師団は東大陸の小さな薬師団。ろくに金も取らずに各地で活動しているが、その実は治療と偽り大勢の患者を殺してるらしい。つい最近も村一つ滅ぼしたって噂だ。なぜそんな恐ろしいことをやってるのかは知らんが、その団員が町に来たって聞いたぜ。そうなのかも。ごめんなさい、聞いても思い出せないみたい。今度はこの町の人を騙すつもりかい。とっとと出てっとくれよ。過去のことはわからない。でも
今私はこの町の人たちを救いたいの。手がかりを集めて病原を突き止めなきゃいけない。だからお願い、知っていることを教えて。おい、マルロ、どうしちまったんだ。ダメよ、離れて。なんだよ、マルロを殺そうってのか。いいから離れなさい。感染症の疑いがあるわ。やっぱり同じ症状だわ。まずは熱を下げないと。私が運ぶわ。みんなはここで待っていて。ひとまずはこれで大丈夫よ。マルロを救った？あんた一体。大変だ、あちこちで人が熱出して倒れちまってる。おいおい、どうなってんだ。くそ、港の薬師団は遠くに出ちまってるぞ。私が見るわ。おやすみなさい。お薬よ。おやすみなさい。お薬よ。おやすみなさい。さあ、おやすみなさい。お薬よ。おやすみなさい。お薬よ。よし、ひとまず治療はした。町中に病が広がっているぞ。病原を突き止めねば。終わったのか。ひとまず危険な状態は脱したわ。でも油断は禁物よ。そのさっきはすまなかった、ひでえこと言って。俺もセナにどやされちまったよ。薬師さんは命の恩人だぞってな。勝手は承知だ。頼む、みんなを助けてくれ。ええ、もちろんよ。その代わり病原の特定に協力してほしいの。手がかりになるかはわからないが、セナが今日は水の味がいつもと違うって言ってたな。あ、それ今朝うちの母ちゃんも言ってた。俺が白湯を飲んだ時は気づかなかったけど。
水。発病した人たちは水を煮沸せずに飲んでいた。だとしたら水源に病原がある疑いが強いわ。同意するキャスティ。水源は町の南にある洞窟だ。あそこから町に水を引いてんだ。洞窟へ行ってくるわ。これ以上広がる前に病原を排除しなくちゃね。だったら俺たちも行く。自分らの町のことだ。力になりたい。ありがとう。でもその気持ちだけで十分。病原を扱うのは危険よ。患者さんのそばにいてあげて。分かった。気をつけてくれ薬師さん。マレイヤさんもここでみんなの看病を頼むわ。あなたはいつも自らより他者を優先する。無事に帰ってこいよキャスティ。あなたもいい薬師ねマレイヤさん。行ってくるわ水源へ。行くわよ。冷やしておくわね。行くわよ。どうしようかしら。冷やしておくわね。眠ってなさい。悪い子につける薬はないの。あいにくね。私のクッキー、それ立ち止まるわけにはいかない。手加減なしよ。はっ、あ、私の番ね。どうしようかしら。はっ、行くわよ。行くわよ。冷やしておくわね。これでよし。ごめんなさいね。